私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。松本潤、嵐の活動再開に確約はない。4人だけ出揃うことももうない。中居正広を相手にガチ本音衝撃発言。1月14日放送の中居正広の金曜日のスマイルたちへ、TBS 系の新春2時間 SP に登場した嵐の松本潤、38、が、嵐の活動休止の真相について中居正広、49、に語った。松本は同番組の年末スペシャルにも登場。今回はそこで放送しきれなかったトークを集めた後編が放送された。番組では街の人からの松本への疑問を調査、その中で長い芸歴で一番苦しかった時は、という質問があったが、松本は正直、本当にないと即答。中居がこの山からいなぁとか、これ乗り越えられんのかなとか時間的にも身体的にも。と重ねて聞くと、松本は体力的に大変だったのは2020年ですかねと活動休止前の1年を挙げ、休止前に自分たちがやりたいことをなるべく叶えようと、事務所など周囲との打ち合わせが多かったと告白。当初海外でのライブも予定していたため、海外との時差に合わせ早朝からのミーティングなどもあり、体力的に大変だったと続けた。松本はあとはやりたくてもコロナでできなくなって、自分たちが企画してたものが崩れちゃって作り直して、作り直したものもまた崩れてとかそういうこともあったので、そういう意味での精神衛生面と、作って壊して作って壊しての体力的なところとで、一時しんどい時があったと振り返った。ちょうど活動休止前の1年にコロナ渦が重なってしまい、嵐がやろうとしていたことができなかったことに対し、中居がうまくいかないねこんなことがあんのかなってというと、松本は制約のある中でやりきったという気持ちもある反面、だから満足っちゃ満足なのかもしれないけど、満足できてない部分がすごくあると思いますねとコメント。中居が2020年の1年間っていうのは、相当、スケジュールが、決まってたと思うのよなんかね、神様、ここ嵐に試練与えるんだ、みたいなとしみじみつぶやき、このタイミングじゃん。20年いっぱいっていうここってなんか、なんだろう。まあ、まだ未来に宿題を残すんだって、なんか俺は勝手な解釈なんだけどもと、持論を展開した。さらに街の人からは、嵐休止後何をしていたのか、メンバーとの交流はあったのかという質問もあり、中居が活動休止ってことは再開もあるんだよね。と確認。松本は、可能性としてはいつってことは明言してないので、できる環境が整ったらする。でも、できるともちょっとドライな言い方かもしれないですけど、確約はないという状態ですかねと現状について説明した。嵐解散の選択肢もあった。中居が活動休止の時に、これ聞いていいのかな。解散っていうのはなかったの。と聞くと、松本はためらうことなくありましたと答え、最初、大野が抜けると。抜けたい、自分は抜けて脱退して、お仕事自体を辞めたいと嵐を辞めたいとかじゃなくて仕事自体を辞めたいと、大野聡、41、の決意を振り返り、グループを4人で続けるというのは、僕らの感覚的にないグループなので、だったらまあ終わりかなっていう風に思っていてと、当時のメンバーたちの考えも告白。話し合いが重ねられていく中で、活動休止という選択肢が出てきたが、松本は大野は、それすらも自分が言い出した側の人間なので、その感覚がなくてと、自身の決断によってメンバーを巻き込んでいることに責任を感じていた大野は、当初活動休止は甘えだと思っていたようだが、周囲からの提案でメンバーがいいと思うならと活動休止を選択するに至ったと語った。2021年、嵐のライブ映画嵐アニバーサリーツアー 5×20 フィルムレコードオブメモリーズの先行上映が、嵐の CD デビュー記念日である11月3日に行われた際、大野を除くメンバー4人がサプライズ登場。大野からの手紙を櫻井翔、39、が読み上げる場面もあった。それについて中居が俺、不思議だったのが、この間4人で出たの。聞くと、松本は不思議でした。不思議ですよね。いろいろあったんですけどねと意味深な笑みを浮かべた。松本は、メンバー4人が登場したことで、
嵐の再会に期待を持つ人も5人揃った姿が見たいと思う人もいたと語り、嵐が5人で活動していた時に撮った映画の公開のタイミングだったんで、これを逃がすとそんな機会もないというふうに思っていたのもあるし、5人の中ですごくネガがある人がいるなら、これはやんない方がいいというふうにも思っていたんで、公開する前に5人で久々に集まろうかってと、メンバー5人で話し合ってリーダーも手紙、せっかくだから書くよってなってと、登壇を決めた経緯を説明。松本は喜んでもらえるのかな、どうかなっていうのは、自分たちの中でも葛藤はあったと明かし、次は5人にならない限りはもうないんじゃないですかね。4人で揃うのもと今後について語った。桜井、二宮和也、38、相葉雅紀、39、らはバラエティ番組などで、嵐の活動休止や、その後のメンバーとの交流について語る場面は多かったが、しばらくテレビ出演のなかった松本から改めて語られた真実に、視聴者からは信じて待ってる、どんな形になっても5人が元気で幸せでいてくれることを願ってます、どういう形になろうと信じてついてこう、ファンへの誠実さを感じた5人を大ごとにしてくれて嬉しいなど、さまざまなコメントが上がっていた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。